アイスラテです今当店ではストローは提供していませんプラスチック製品制限政策を受け統一グループでは直飲みできるフタのカップを使用しています最初は慣れなかったけど今は徐々に慣れてきた今は環境保護が大切この他タピオカやトッピング飲料スムージーなどの飲み物には紙のストローか成分解可能な PLA ストローを提供しますこれにより年間5.5億本のプラスチック製ストローを削減できる見込みです 同様に台湾ファミリーマートでも9月中に3400点すべてでアイストリンクも直飲みできる蓋のカップで提供します。同時にその延長として冷たい綿製品のプラスチック製の蓋をフィルムに変え年間6.4トンのプラスチック削減、またサンドイッチの袋も改良し年間6.8トンの削減となります。みんなで共に地球の環境を守りましょう。<music>